ラジオを聴いている皆様こんにちはここからは第5回ファンクラブバトル優勝記念ガーゴイルのゆるゆる一人語りのお時間です進行は私ガーゴイルでお送りします皆様今日はよろしくお願いいたします第5回のファンクラブバトルとなりましたが参加された皆様 応援してくださった皆様お疲れ様でした今回も盛況だったのは皆様のおかげです本当にありがとうございましたこれからも多天使一同引き続き精進してゆきますので何とぞえ挨拶が固いえそうでしょうか今回の放送は 応援してくださった皆様へ向けての挨拶と感謝の場形式を重んじる挨拶が最適と判断しましたしたのですがいえやはりこういった場は初めてなので適切な言葉が判断できません皆様に応援していただけたことは光栄なことだと自覚しています以前のファンクラブバトルから 私へ投票してくださる方が多く高い順位でバトルを終えることが続いていました皆様の次こそは優勝をというご意見も拝見していますしかしこういった自由に喋る場を設けていただくと何を話せばいいのかもちろん皆様にお伝えしたいことはあります投票に参加し 応援してくださったことに対する感謝ディレクターの方が預かってくださっている皆様の応援の声当日会場がどれほど盛り上がっていたかなどあるのですがすみませんディレクターさんやはり今からでも原稿を制作していただくことはできませんか私の能力では 名誉ある役割を務めきることが不可能かとえこのままでいいえそうですか、うん、ディレクターの方に許可をいただけるなら助行します不安はありますが本日の務めを果たすために最大限の努力をしますどうかよろしくお願いします まずはじめにファンクラブバトルの様子をお伝えいたします参加されていた皆様はもうご存知だと思いますが今一度振り返っていきましょうバトル中の様子をまとめた資料をいただいていますのでこちらを読み上げさせていただきます <laughs> 話す内容が決まっていると進行がスムーズでとても安心しますね 私だけでは、選挙報告をしながら感想を交えて話すことが難しいので、皆様を混乱させてしまうかと。ですが、いつまでも逃げていては、この名誉ある立場にふさわしくありません。このコーナーで順応してみせます。では、読み上げます。第5回ファンクラブバトルは、 前回2位のガーゴイルが有力視されていたがバトル期間開始後は大混戦となったメフィストフェレスやセアルピシウスそしてガーゴイルといった面々がスタートを切り一旦ピシウスが1位を抑える形となった今回は開幕から様々なファンクラブが大きな動きを見せていました 会場も以前よりにぎやかで緊張感に満ちていましたねピシウスさんが1位になった時彼女はとても落ち着いていたと記憶していますああ見えて聡明な方ですからきっとこれが一時的なものだと分かっていたのでしょう案の定その後もかなりの混戦になっていきましたマステマやサタナイルトリニティ3号 バフォメットなど上位はめまぐるしく変わり初日はバフォメットが1位となったバフォメットさんとはこれまでのファンクラブバトルでも順位争いをしてきました彼女に対して戦友のような感情を抱いています彼女が1位になった瞬間はまるで我がことのように嬉しく思いました前回の時も すみませんしゃべりすぎてしまいました続きを読み上げますその後はガーゴイルバホメットが一位争いを繰り広げるも終盤ガーゴイルがわずかに差を広げての決着となった歴代でも最も僅差となる戦いを演じた両名そして全ての打天使にねぎらいの声をかけたい ええ本当に僅差の戦いでした毎日1位が入れ替わるのを見ていた時はバホメットさんと手を握っていましたあなぜと言われましてもバホメットさんに極度の緊張が見られましたので私も同じ症状が出た際にマスターに手を握ってもらうと改善されたので同じことをしたまでです 続きを読みますそしてポテンシャル賞はドラコマンドラゴラのモンスター娘がワンツーフィニッシュとなったまたラッキーセブン賞は最終日にポテンシャル賞でも5位に入賞したサトリが入賞した前回のポテンシャル賞での5位はガーゴイルであっただけに今後の伸びにも期待したい 今回初参加のドラコさんとマンドラゴラさんはお隣同士の順位でしたねサトリさんもだんだん順位が上がってきているので次回は油断ができません今ディレクターの方から優勝が決まった際にどんな様子だったのかと質問をいただきました <laughs> そうですね多くのお祝いをもらいましたが一番思い出にあるのはマスターにごちそうを作ってもらったことです私は常に健康に配慮した食事を心がけるようにしているのですがお祝いの日には何を食べても大丈夫むしろ食べた方が良いと言われたので特別なものを用意してもらいました まずはハンバーガーこれは大変おいしい食べ物ですただ栄養面で不足するものが多いのでめったにあいえ時々しか食べませんですがあの日は3つも食べてしまいました他にはチーズたっぷりのカルボナーラお魚はフライにしてもらいました肉汁があふれるステーキは 熱々の鉄板で出してもらったことがとても嬉しかったですわらくさんもお祝いに駆けつけてくださいましたお祝いだから腕によりをかけたわと料理を持参で羊の心臓や肺肝臓などを茹でてミンチにしたアーギスという料理やニシンをそのまま使ったスターゲイジーパイあとは うなぎのゼリー寄せでしたでしょうか栄養面では素晴らしい料理でしたあ味ですかすみません脳が当時を振り返ることを拒否しているので思い出せませんあの日はたくさんの料理を食べましたがマスターが作ったオムライスにセアルさんがハートを書いてくれたものは 他の料理とは違った美味しさがありました。以前、セアルさんのお店で、ウェーディングドレスのモデルとしてお手伝いしたことがあるのですが、最初は、あのドレスがどんな意味を持つのか、理解していませんでした。後で、人形の私には縁のないものだと知りましたが、けれど、セアルさんたちに褒めてもらいまして、 あの時の気持ちと優勝した時の気持ちは似ていると思います温かくて目の前の人が笑ってくれるなら私も笑顔になれるそのような気持ちです視聴 <noise> されている皆様どうやらこれが 最後のコーナーのようです。原稿がなくとも、ようやく話せるようになってきたところなので、名残り惜しくは思います。ですが、最後まで精一杯、務めさせていただきますね。それでは、ラジオ局に寄せられたハガキを紹介しましょう。ハンドルネーム、アルタ、カッコ、アラタメさん。 うおーガーゴイルちゃん1位おめでとうあルたカッコあめさんお祝いありがとうございます絶叫部分にあなたの喜びが現れていると思いました再現を試みてみたのですがいかがでしょうかハンドルネームエビちゃんさん 1一位おめでとう。今日は健康にいいものを食べてお祝いだ。<laughs> エビちゃんさんありがとうございます。優勝当日は私も暴飲暴食の限りを尽くしてしまったので今日は一緒に野菜を食べましょう。ハンドルネーム星屑さん。 コングラチュレーション星屑さんありがとうございます応援してくださったあなたにめいっぱいの感謝をハンドルネームグリュンさんお疲れ様でしたガゴちゃんおめでとうグリュンさんもお疲れ様でしたどうぞゆっくりと休んで 英気を養ってくださいハンドルネームニックネームさんガゴちゃん地上に降りてきてよかったねえ本当に私もそう思いますこれからもニックネームさんにそう思っていただけるような日々を過ごしたいです ハンドルネームにわかさんお疲れ様でしたそしてガゴちゃんおめでとうにわかさんありがとうございますそしてお疲れ様ですハンドルネームジョうしさんお疲れ様まガゴちゃんおめでとうお顔かわいすぎ 顔がかわいすぎですかそうなのでしょうか容姿に対してあまり日々のリソースをさかないのでですが上主さんにそう言ってもらえると嬉しいものですねその他にもたくさんのお祝いコメントをもらいましたユウさん マルクさんつーさんなおさんそして漢字で「花ののクく」と「きり」と「雨で「さぎりあめ」さんとお呼びしてよいでしょうか「ガゴちゃん一位おめでとう」とのコメントありがとうございますあの 一ついいでしょうかもしやこのガゴちゃんとは私のことでしょうか普段このように呼ばれることがないのであなるほど相性人形である自分に親しみをいただいてもらっているということですね納得その 皆様にそう呼ばれているのだと思うとなぜか笑顔になってしまいます次のファンクラブバトルも必ず良いものにしてみせますもうお別れの時間のようです時間が経つのが。 早かったですね。実はコメントを読み上げていた時に考えていたことがあります。私は今のマスターである人よりも以前のマスターから好きに生きろと命じられて地上に来ました。地上では少しでも長生きできるように健康管理を厳密に行っていたのです。ですが、 今のマスターやゴートウルフの皆さんと出会って以前のマスターが言っていたことは健康管理という意味だけではないのだと気づきました好きな人や一緒にいて楽しいと思える人おいしいご飯に美しい景色そういった心の健康を守ってほしいとマスターは願って 地上へ私を送ったのではないかと今ならそう思えます <laughs> あすみません少し考えていました私を一位にしてくださった皆様も健やかに暮らしているだろうかと地上は豊かで美しく温かな場所です だからこそ私や私の友人たちを応援してくれる皆様の心が健やかであってほしいそう願っていますお別れの挨拶が長くなってしまいましたねそれでは本日の第5回ファンクラブバトル優勝記念ガーゴイルのゆるゆる一人語りは私 ーゴイルでお送りしましまた皆様くれぐれも健康にはお気をつけくださいそれではまた次のファンクラブバトルでよろしくお願いします